はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マジンスペクターユニコーンです、ユニコーン。本日なんですが、いよいよ禁止解除というか、まあ、制限解除完全にされて3枚も使えるようになってしまったマジンスペクターユニコーン、要するマジンスペクターで、診断でかなりの強化を受けてますんで、これご紹介していきたいなというふうに思ってます。マジスペクターっていうテーマが何をするかっていうとですね、基本的にはマジスペクター下級たちがですね、マジスペクターの魔法トラップカードを持ってきたりセットしたりする効果があるんですね。これ魔法カード持ってきたり、これトラップカード持ってきたり、これなんか魔法トラップどっちでもあるんでセットできたりとかいう、こういう効果を使ってこの、ね、妨害魔法トラップカード、例えばトルネード、これモンスター除外、これモンスター効果無効にして破壊、これだったら、モンスター破壊とか、なんかこういう魔法トラップカードをセットして戦っていくっていう、まあ、そういうテーマですね。で、マジスペクターの魔法トラップカードの、まあ、注意点としてはコストがいるんですよ。自分のフェルトの魔法使いとか風属性モンスター一旦リリースして、発動する効果だから、リリースして発動するコストを用意しなければならなくて、マジスペクターモンスターたちって数属性魔法使いなんで、こういう、モンスターたちを盤面に並べていく必要があるんですけども、今までマジスペクターって展開力マジじゃなくて本当に展開力ほぼなかったんですけど、その今回ですね、このねポーキパインっていう、モンスターと、あとヤケクソ神器と言われているこの、マジスペクターオルトですね、これが追加されまして、まあ、特にオルトがやばいんですけど、これで展開力がちょっとだけ上がってます。ポーキパインはマジスペクターがいると特殊召喚できる効果だから、マジスペクター2体が並ぶってことですね。ラクーンとかこの、ウィンドウを使うと、で、このマジスペクターオルトっていうカードが、これやけくそすぎるんですけど、このカードがリンク召喚に成功したら、自分のエクストラデッキからマジスペクター P を2枚回収して、でその後にデッキからマジスペクター P をエクストラデッキに加えるっていう、なんかほんとやけくそみたいな、なんか2枚、エクストラに送って2枚サーチしちゃってるから、もうカードが鬼ほど増えるんですねこのオルトがマジで強くて、でその代わりこの個々の発動後短視路島で自分はマジスペクターモンスターおよび龍剣士しか出せないという効果になってるんですよ。このねオルトの効果をどう通していくかっていうデッキになります。基本的にはマジスペクターっていうのは、そのラクーンとかこのポーキパインで、まあ、展開していって、でオルトの効果をどう通していくか、でオルトの効果を通していくためのカード、これねマジスペクターたちって基本的には対象耐性および効果化耐性があって、呼吸とするみたいな耐性があるんですよ、これこの効果なんですけども、これねあのねオルトにはついてないんだよね、その効果が。だからオルトへの無効系エフェクトベイラー無限包容あたり、あの辺マジつらいのよ。だからこれを受けてしまった場合になんとかケアするために、今回はイーグルブースターを採用してます。はい、これはあのモンスターゾーンに存在しているモンスターに打てて、あの効果が何も受けないっていう効果があるんで、まあ、2ビルとかもあの受けなくなるし、一応無限砲とかエフェクトベイラーも全部ケアできるみたいな。まあ、ここはあのサウラビスとかにしてもいいし、ね、あの対象取れないような、対象取られた時になんか無効にするみたいなカードとかでもいいんですけど、今回はこのイーグルブースターを採用して、絶対にオルトの効果を絶対に通すと、意地でも何が何でも通すという感じの構築にしてます。はい、まあ、ちょっと展開方法は見ていただければ分かるんで、とりあえずねこのかなり上がった展開力、とあとマジスペクター魔法トラップカードの強さ、これをご覧いただきましょう。はい、デュエルスタンバイ。ユニコーン解禁されたということでね、マジスペクター使っていきたいと思います。ユニコーンの解禁なかなかでかいですよね。マジスペクターデッキだけじゃなくてペンダムテーマだったらね、どのテーマにもマジスペクターユニコーンを刺してね、ペンタラム召喚したら普通に一妨害になるんで、まあ普通に強いですね。さあとりあえずサイクロンかなんか持ってきておきまして、でウララはまあ言うて、ケア一応できるんですけど、ウララ増上とかそういう持ち方だけ本当にやめてくださいって感じなんだけど、クロー効果リリースするとデッキからマジスペクター好きなやつを特殊召喚できるよ。ちなみにマジスペクターモンスターたちはね、この課金モンスターたちは全員対象耐性がありますんで、無限保養とかエフェクトベイラーとかそういうのは聞きませんね。はい、なんか違いそうだな、無限保養とかエフェクトベイラーではなそうだな、なんか光ってるね。さあ一体全体何を持っているんでしょうかって話で、で防球パインとかいうよくわからないモンスターを、サーチさせてもらいまして、でマジスペクターポーキパインの効果を発動、マジスペクターがいると強いだから特殊召喚で、特殊召喚成功時に自分の墓地の魔法カードを1枚セットいきますよという効果、これで1回使い終わった、ウィンドウセットでマジスペクター、モンスター2体でリンク召喚
オルトです。通してください、お願いします。マジで頼む、通して頼む、マジで通してくれ。実家系オルト発動。マジで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 よし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 、取ったデッキ。エクストラデッキからカードを、2枚手札に加えつつ、エクストラデッキにカードを2枚表側で置くという最強の効果。これマジでこの効果ほんまに強いんだけど、これマジでね、無限抱擁とかエフェクトビラーみたいなカードめっちゃ組むんだよね。いやほんとオルトが通るかどうか問題な気がする。本当にマジスペクターはオルトが通るかどうか、これだけ本当に。まあ、フロックでいいか。で、ペンデラムスケールを張りましょう。マジスペクター楽園ペンデラムスケール5、そしてマジスペクターポーキパインペンデラムスケール2、つまり3から4のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光の枠ペンデラ、あー、ちょ、ここから出せないか。現れろ俺のモンスターたちよ、うお、マジスペクターフロック、マジスペク、マジスティペガサス、マジェスティンフォックス、チェンチペガサス、チェニーフォックス、チェンさん、フロックの効果発動。これによって圧倒的最強のサーチが2回と、再セット、デッキからか直接セットが1回、ロックによってマジスペクターテンペストセット、そして、フォックスによって好きなカードを1枚サーチ、さらにマジェスティ、マジェスティックペガサスをサーチし、墓穴の指名者を1枚墓地を送らせてもらうぜ。うむ、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。うお、マジスペクター、あれこれどっちだっけな、ペガサスでいいのか、ペガサス、マジェスティペガサスとフロックでマジスペクタードラゴンエクシーズ召喚、さらにマジェスティックペガサスの効果を発動。マジェスティックペガサスの効果によってフィールド上のマジスペクターオルトをリリースし、デッキからマジスペクターを特殊召喚。うおっ、龍剣士マジェスティペガサス、キュイー、そして、数属性魔法使いモンスターがリリースされたため、デッキからマジスペクターモンスターを特殊召喚。なれー、えマジ画面してたのそれ、すごいね、あなためちゃくちゃ画面してたんだ。そんなところまで占い画面の人いるんだ、マジか。結構占い打つとこいっぱいあったんですけどね、しょうがねえな。合流剣士ダイナスターパワフル出していくしかないか。こいつでリリースして融合召喚っていう効果になってましてね、これこれもリリースなので、一応ドラゴの効果反応します。ドラゴちなみに一旦2回まで発動できるんで、ドラゴさんの効果、フィールド上のモンスターがリリースされたので、デッキからマジスペクター、ユリカー帰ってきたぜ、ユリカー特殊が。このモンスターはちなみに、フィールド上の、P モンスターと相手のフィールドのモンスターを1体ずつバウンスするという効果を持っているので、そして、自分の墓地からマジェスティペーカーサスを特殊召喚。まあ、これで一応ね、先行展開終了って感じですね。まあ、一応トラップカードでいいか。トラップカード、セッティング、さ、里張らせてもろて、魔法カードを使うのやめてくださいね。魔法使い、魔法カード使えなかったから魔法使い出してください。単終了です。まあまあまあ、言うてね、妨害数的にはかなりね、多いですね。一応ペ、ユニコーンとトラップカードと、まあ、魔法カード、トラップカード2枚と、があるので、3妨、でもまあ見た目、1、2、3妨害ですけど、まあ、魔法カード使わないで、まあ、結構強いですね。ウルカニクス、はい。ウルカニクスは魔法使いじゃないですね。超重毒ですね。了解しました。ウルカニクスの効果は別にどうしてもいいか。随所でペガサス、ペガサスはちなみに対象取れないんで、なんで、まあ、ペガサスのバウンスをうまいこと使っていきたいですね、これ。円をちょっと破壊したくないんですよね。ちょっと破壊しかなくて。マジスペクターの、妨害が、今。キリンダリー、マジ。キリンダリー。キリンダリー、これ何、これ何、ガルドニックスが出てくるのこれ。ガルドニックスが出てきてやばくない？一応テンペスト打つか。
一応テンペするぞ。で、マジェスティペーカサスを、コストにしながら、テンペストの効果によってキリンの効果を無効にしていく。で、ウィンド発動しますか。ウィンド発動、ウィンド発動してモンスターリリース、ドラコをリリースするとデッキからマジスペクターが出てくるよという効果。いやー、しゃあねえか。やべえ、ちょっと妨害だいぶ減ったなこれコストがないんですよね。こうなるとマジスペクターって活属性魔法使いのモンスターをコストにして妨害していくっていう感じの効果になってまして、これコストがなくなるんですよね、こういうことやってると。やばいっす、普通に。うわやばいかもしれないやばいかもしれないやばいかもしれません。なので魔法カードは使えないんで、一応それが手数にならないっていうことだけ一応、まあ、強いとこですかね。いやでもちょっと待って、これモンスターに寄りすぎてマジでやばいぞ。うわマジかよ、おいちょっと待ってくれよ、強すぎないか反動。やばい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 、マジでやばい、ガチでやばいこときた。ただあのダイナスターパワフルさんがいると、あの一応マジェスターマジェスマジスペクターか、マジスペクターモンスター一応戦闘効果で破壊されないくなってるんで、今実質まあ結構硬いは硬いですけど、あとペンデラムスケールもね。なのでですね、これレベル8のモンスター4体やばくない、レベル8のモンスター4体来るぞ。ユーマー何が来るんだ。えあ、マタリティ来た。マタリティは大丈夫、マタリティはマジスペクターペガユニコーンは守られるんで、これダイナスター死ぬだけだもんね、これそれはいいや。でこれ多分ね、バウンスしてあげればいけると思うよ。でこれでペガサス効果じゃなくてユニコーン効果発動、これでこれバウンスしてあげればこれ何もなくなるんじゃない。お、来たわ来たた耐えたたあぶねえマジ、エフトメラー OK、 いや耐えたぞこれ、耐えたのでかすぎでしょ。だからまたトップダウンとかして無力化していく、まあ、あの動きをしていけばいいですね。でマジスペクタースケール揃ってるんで、何が一番強いかな、これクロー出しに行った方が一番強いか、クロー特殊、ウィンド持ってくるが一番強そうだね。で、クロー効果、ウィンド持ってくる、でウィンド発動してモンスター増やしに行くしかないね。とにかくちょっとモンスターを増やしていきましょう。でラクーン出す、おい、でラクーン特殊召喚効果で、ポーキュパイン持ってくる、でパイン特殊、はい、まあ、ちょっともうペンデラム召喚しちゃったからオルトは意味ねえか。だからまあウィンドセッティングし直して OK。 ちなみにあの8000をこっからちょっと切る取るのちょっとかなり難しいですね。まあこれで一旦エンドして、あのバトルしてエンドして、で相手のターンになったら、マジスペクターウィンドの効果で手札からマジスペクターを特殊召喚する効果で、ユニコーン出したら多分大丈夫だと思うわ。これね、これで多分大丈夫で、ウィンド効果発動、ドロフェドロフェウィンドドロフェウィンド効果で、墓地からあ、リリースしない、間違えた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 、あーやばい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 、ちょ間違えた、意味わかんないことした。なんでリリースした俺、なんでリリースした、ちょなんでリリースしたかわかんないけど、ちょっと待って、リリースせんくてもいいのよ、リリースせんくてもいいのよ、リリースするとデッキからも出せるよみたいな効果なんだけど、別に普通に打ったら手札墓地から出せるからさ。あぶねえ、あぶねえ、モンスターリリースしますかってちょっと最初に聞いてくるのやめてくれや。じゃあいつ発動すればいいのかってちょっと俺にもわからん。ポーキュパイン特殊召喚効果、あとはまあひたすらにモンスターを並べて打点を作りに行きましょう。じわじわ戦っていくの得意なんでね、意外とマジエスペクターっていうのは、まあ、ペンデラムテーマだからね、無限に毎ターン毎ターンペンデラム召喚できるからね。さあこれでラクーンちゃんの効果を発動して、さあ無限にリソースを稼いでいくぞ。これがアドバンテージの差ってやつだよ、これがアドバンテージの差、すごいっしょ。さあフォックスの効果によって、ポポポフォックスの効果によって、テンペスト、これ打点さすがに足りてるよこれ。あのマジスペクターって打点足り、あの少なすぎて低すぎて、なんかたまにこう打点足りてるっていう時あるんだよ
はい、対戦あ、よっしゃー、オッケー、すごいアドバンテージの差だぜ。あー、なるほどね。ちょっとカエルくん召喚、カエル効果、これはイーグルブースターあるから結構強いな。イーグルブースター普通にワジンスペクターと相性いいの面白いよね。オルトっていうさ、恨まないね、オルトっていうモンスターの効果を無効化されるとほんまにやばいから、このデッキオルトの効果をとにかくね無効にされたくないんですよ。だから、まあ、オルトの効果を絶対に通すように、まあカードを採用しているんだけど、まあ、結構いろいろあって、まあ無限砲とかエフェクトベーラーとかそういうカードをケアするとハカーナとかマサさんそうなんだけど、まあ、今回はイーグルブースターっていう最強カードをさ、採用してまして、さあいくぜ。うおー、オルトです、通してください、よろしくお願いします。サマーボーズかよ。あ、通った、よし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 、通ったのは あまりにもでかい、あまりに通ったのでかい。これ通るとスケール回収しながらスケール置くので、スケール回収しながら、スケール回収しながらスケールの、で出すモンスターを置けるので、エクサデッキにこれめちゃくちゃ強いんですね。うおー、ペンデラムスケール発動、さらにペンデラムスケール発動。マジでやってることめちゃくちゃ強いけどこれ、オルトマジやけくそすぎるけど、マジで無効系に弱いから、そこだけが問題点だよね。で、マジェスティペガサスと、フォックスの効果を発動するぜ。マジェスティペガサスとフォックス君の効果を発動して、これによってマジェスペクタートルネード、いや、テンペストの方がいいか、テンペスト、テンペストで、で、マジェスティペガサスの効果によって魔法族の里をサーチしながら、もうちょっとこれさすがにイーグルブースターいらねえか。マジェスター、このイーグルブースターマジいらねえな、イーグルブースターいらねえ。で、まあエクシズするか、エクシズした方がさすがに盤面は相手のターンですけど伸びるので、一応ドラコ特殊召喚しておいて、まあ、これでエンドですかね。ちょっと墓穴伏せる、スペースがなくて墓穴伏せれんかったんですけど、墓穴伏せる余力がないっていうね。で、マジスペクターオルト効果発動、これ絶対墓穴伏せたらよかったこれ、普通にこれここに裏って言われたら結構盤面崩壊して そうだったから、なんかテンペスト1枚諦めて墓穴伏せた方がよかったっていう説はある。で、マジスペクタードラコの効果、オーバーリミットを1つ使ってモンスターリリースされたから、デッキからマジスペクターが出てくるよ。で、ラクーンの効果でマジスペクターモンスターをサーチできるよ。で、これでポーキパインがサーチされて、ポーキパインちゃんはメインフェーズだったらフリーチェーンで出てこれるんで、まあ、結構強いんですよね。で、これデッキからユニコーンかやりかー出てくる。ここで、でポーキパインで、コストを用意します盤面に。あ、ドラゴンめちゃくちゃ強いよな、この最強効果。ヘルグレイブスクワマン、やばい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 やん、それあれやん、ですよね、ファントムパイセンやばいっすね。普通にちょハリネズミの効果使っていいか、ハリネズミ効果使って特殊召喚したいです。特殊召喚してさせてもろて、で効果発動で、魔法カードを再セットしますよ。これマジで使い回しすぎなんだよな。ポーキパインとこのウィンドのコンボめっちゃ強い。でもファントムオブユベルさんはモンスター効果使ってきたらテンペストで無効にできるんで、あー、ロータスダリー、マジロータスはね、ウララですね。でウララって言って、でファントムオブユベルはなんか効果使いますか。あ、オッケー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 。で、黙れって言って、相手ユベルだったら絶対墓穴打ちだったけど、墓穴の方が全然強かったって説あるけど、まあまあいいや。で、テンペストの効果を発動することにより、相手のユベルちゃんの効果を無効にさせてもろてウララが通っていく。さあモンスターが並ばない、はい。まあ、あのデッキ魔法カード多いからね、多分魔法族の里めっちゃ刺さってたんじゃない。あー、チキンレース、はい、チキンレース、はい、今チキンレース入ってできて何、これあれマジックビーストドンサウザンドの契約、やばい、ちょっと やばいから入ってる。やばいから入ってる。ちょっと待って、妨げられた怪獣の眠りとかいうのが宇宙最強から入ってるじゃん、やっば。
ひえカレー使いヒーター。あーなるほど、X、分からん、なんだこれ。不思議なデッキだな。スネークアイ怪獣デッキってこと。スネークアイエクセル召喚効果、なるほど。ちょ分かんないっすね、なんか弱んねえけど、とりあえずスネークアイエクセルに触りてえのかな。確かに初動減ってるからね、あのスネークアイね、今かかり瓶もね、なんか2枚ぐらいになって、まあ、レッツケースとかだと特にあのハイドラントとかもね、ハイドラントじゃねえや、なんだっけ、エアホイスターかもう2枚になったりとかして初動減ったりしてるんですけど、相変わらずあなたはフィニッシャーランク7位なんですね。妨げられた怪獣の眠り、何何なんだって。雷撃怪獣サンダーザキング、ありがとうございます。なんかわかんないけど怪獣いただきました。今怪獣をいただきました、ありがとうございます。怪獣なんていうものはね、何枚あってもいいですからね。声援王ガルドニクス、何、おお、お前それうまいな、その起動方法。なるほどな、妨げられた怪獣の眠りで炎属性モンスターを破壊することによって手札のガルドニクスを展開ってことか。なかなか頭がいいな、あー強いな、普通にめちゃくちゃめちゃくちゃ並ぶやんモンスター。何、憑依覚醒大いなり火、ちょっと待ってやばい、あれこれどっから見たことあるぞこれ、ちょっとこの動きどっかで見たことあるな、どこかしらで見たことがある動きしたな、これガルドニクス、ガルドニクス、何何、旧ガルドと新ガルドでインフェクションバールス、あーちょっと待って、ちょっと待って、あった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 、やばいやばいやばい、やばいかもしれない、ちょっと待って、半分のダメージ与える、いやちょっと待って、ね、そう俺のじゃないんだって、俺のじゃないじゃんそれ、いった、2050、うわこれインクソアにされたらこれカレージュセットされるやん、これそういうこと、うわちょっとき、うわーキモコのデッキ、何これ、キモコのデッキキモコのデッキ、何これ。メインフェーズ、メインフェーズ敗退です、やめろー、やめろー。